ゆりにゃん、きょん、ゆうな、やかん、まゆゆ、まなじ、We are Taylor!やりたいねとか話はしてるけど、うん、このワンナイト人狼やったことある人っています？なみんな初めてだ、みんな初めてだ。じゃあちょうどいいね、スタート地点と一緒で今日学んでいこうかなと思います、はいはい、ということでルール説明をしていきましょう、はい、村人サイドとなる村人4枚、回答1枚、占い師1枚と人狼2枚のカードの中から1枚ずつカードを選び、自分で何の役職だったかを確認します。役職について普通の人狼と違うのは占い師と回答です。占い師は誰かの前に置いてあるカード1枚か中央に残った2枚を見ることができる役職、うんうん、回答は誰かの前に置いてあるカードと自分の回答カードをこっそり交換することができる役職です。で、会議を経て誰が疑わしいかを話し合い、最終的に投票をします。一番票を集めたメンバーが人狼なら村人チームの勝ち、村人サイドなら人狼の勝ちです。ちなみに選ばれなかった2枚が両方とも人狼だという結果が出た場合は、全員で、平和村という宣言をすることもできます。平和平和はい、この場合人狼がね、一人もいなかったら全員の勝ち、一人でもこの中に人狼がいたら人狼側の勝利です。まあね、他にも細かい流れはあるのでやりながら確認していきましょう。はい、はい、それではカードを引いていきましょうか。はい、これがもう目の前に出るやつですね。ティッ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 ティでもこれ意味なさないかもしれないもんね。レバーの書きも見なさない、うん、されたら、はい、はい、今回ゲームマスターはウーがやってくれるということで、はい、ウーナです。はい、ゲームをマスターの初めてなんですけど、あとお任せしてもいいですか。はい、頑張りますね。はい、はい、それでは早速ゲームを始めていきましょう。皆さん、夜が来ました。おー、夜が来てください。全身の人狼2と、あと村人1、私市民だった。え、
村人だった。村人だった。だからそれが正しいとしたら、うん、あと怪盗、怪盗と、え？あと誰？村人一人。村人一人？と神の神の。やばい。カードの戦いじゃない？うわ、え、怪盗誰よ？怪盗誰？こいつ言わない。でもこれ言わないってことは、怪盗は神の神の神だったってことなんじゃないの？なるほどね。じゃあ神道側のどっちかが白になってるってことで。そうだ。なるほど。待って。今日今すごいさ、夜間の方見てなかった？見てない見てない。見てない。でも、本当に泣く気は一回やってる。一回やってる。事故ってるからね。え、マユ何だったの？市民。本当？ユリネは？市民。今日は？市民。あんたは？市民。絶対こうなるよ。絶対だよ。誰だ嘘をついてるの？嬉しいな。何でやっていこうかな。むずい。ちょっと待って。いやでも、うん、まゆが結構さ、こういう時さ、ズバズバ質問してる場合じゃん、うん、その質問が始まらないって思い浮かばない。え、しかも今見た、まゆの口角、今まゆがこういう時にピクってちょっと上がったのよ。怪しいんじゃないですか。だから元か今人狼ではあると思う。確かに、うんうん、ただ回答が変えてたらちょっとまゆじゃなくなってる可能性はあるよね。ある、うん、そこがな、だからな。じゃあもう信じてもらえないかもだけど言おうか。うん、回答でユナとチェンジした。どうしていいか分かんなくて。私何だった？え、占い師だよ。だから本物でしたよ。よかった。だから隠してて、人狼側が自分は人狼じゃないかもしれないっていう上で進行して、残り1分くらいでバラそうかなって思ったんだけど、もう平等向いちゃったらもういいかと思って。え、じゃあここ3人は市民だ。あれ、なんで？あ、ごめん、私目線でちゃった。あ、ごめん、私は市民だからと思った。これでさ、人狼だったらすごいよ。役者だよ。ごめん、ごめん、ごめん。ってことはやっぱり私、ここ中木ライン超怪しいよ。いや、強化は本当村人確定演出。確定演出。なんで確定演出、本当に嘘をつけないから。本当に信じてよ、みんな。でもじゃあどっちにしろ夜間は人狼ってこと？え？情けないんでも。え、3人のうち本当にあの市民の人は主張した方がいいよ。狙われてるから市民じゃん。でも今ユリニャ、私は市民だよっていう時目がすごい下に下がった。私は市民だけど、でもなんかユウなんか今3人って言ったのが、なんでだろうって。だって前だって別に占い、あの疑い晴れてないし、なんでこういうの。でも言うのは前的にはもう絶対に占い師だから。私が本当に市民感がめちゃめちゃすごいから信じてくれてるんだ。そう、いや、私は一回確定だとしたら、あのアマースやった時にこれで私は二人に騙されてたことがあるから。言うのは違う、言うのは違う。そうそう、信じて。プレミ騙されたけど、あの時は私は言うのを疑ってて、松がすごい上手いプレーを見せたことがあるから、私は松がすごい怖くて。あ、松ナチュラルじゃないかな、これは。ナチュラル市民じゃないかな。めちゃめちゃ自分目線で本当に言ってたよ、だって、うん、やばいやばい。え、じゃあ怪しいの中木でいく？え、もう本当に、なんで？でもなんかさっきもだけど、なんかまあ怪しいの3人だけど、夜間がどっちにも入ってんの、怪しい。はい、終了です。かわいそう。それでは皆さん、誰に投票するか考えてください。え、待って、1人です。1人したい。え、待って、これでこの2人だったらどうしよう。眉だったらめっちゃ怖いんだけど。怖い。眉だったら怖い。それでは、はい、投票しますね。せーので指を指してください。いきます。せーの。え、何票だろう。あ、今日見てことは、三だ。三だ。中木がと三。だからどちらもオープンしないといけない。え、ちょっと待って、これ有名マナツとかなの分かんないよ。いや、違う。絶対これで市民勝った。私は目指しみ勝った。引きましょう。引いていきましょう。はい、確認します。時はじゃあカードを引かしてください。せーの。やった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 。えっ、やら回してないのよ。いや、マジか。なんかさ、結構擁護しようとしてくれたよね。ちょっとね、頑張って。やっぱ眉の回答占いがちょっと強すぎた。あと真夏のあの白ブームが白すぎた。いやね、白すぎたよね。白すぎた。ナチュラル白だった。ごめん、本当に。
無理だった。そうやっぱそのユリニャに気づかなきゃいけなかったんだな。いや、うまいからね、怖い。はい、ということで1回戦目は、市民側の勝利です。それでは2回戦をやっていきたいと思います。まず最初の皆さん、目の前にある自分のカードを確認してください。せーの。待って、さっきさ、ゆうな、うーって裏返すとうーな歌ってること。そんなネタバレ。カギとうーで、あ、そうか、人狼うーもう市民と一緒じゃないわ。夜が明けました。目を開けてください。うまいのよ。でも前はちょっと音大きかったなって、うん、起きた気持ちになった。上手だった。ありがとう。おはよ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 う。ペラ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 。皆さん、2回戦始めていきます。議論4分間です。用意スタート。おい、占い師は、占い師、まず占い師言う、言う、占い師いない。真ん中そのことはいないんだ。え、もうその時点で平和村ダメじゃん。ダメだね。確かに確かに。1枚は、だって1枚はいるって。占い師確認必要ないもん。どうしようどうしよう。私ミックスしたとしても占い師は同じ。人狼出ればよかったのに。私、村人です。村人、村人、村人。え、怪盗もいないな。嘘、嘘つき。確かに怪盗いない。え、怪盗人狼引いたんじゃない。うわ、もしくは、もしくは村人怪盗、あ、違う違う、村人怪盗か。違う、2人2人いるってこと。え、待って、役職なしってヒントがないじゃん。ヒントない、ね、え、じゃあ一回さ、私は村人です。ムーブ見ましょう。はい、うん、私は村人です。私は村人です。人狼なの？違う、市民って言おうとしちゃった。私は村人です。市民って言おうとした。村人っていう漢字はさっき見たの、うん、市民って言おうとした。やりすぎてんだよ、人狼品。じゃあ行きます。私は村人です。私も村人です。私は村人です。いや、むず。分かんない。本当に占い師の回答もいない。いや、出た方がいいよ。もう出た方がいい、出た方がいい。いるならでも。でもヒントだもんな。確かに。回答で人狼聞いてるんだな、じゃあ。いたとしたら。ってことは逆に人狼が2人出ちゃった方がいいかもしれない。2人やったらその中のさ、1人は市民側じゃん。確かに。で、2分1になるから、そうとか。え、でもさ、人狼はさ、どっちか出たら負けるでしょ。だから人狼で2人で目配せしてるんじゃない。だってどっちかが回答で人狼が取られちゃった場合、そう、今言った通り出た方が一人は市民側で勝ちになるから、うん、人狼を陥れることができるから、うん、なんかさ、え、マジで今もうどっちかの勝ちが爆速で確定してるのね。そう、今一番出ない方がいいのは回答だけってことだよ。確かに人狼出た方がいいぞ、うん、あ、人狼です。もう一人誰よ。絶対いるんだよ。あ、何か言えばいいか。はい、占い師です。え、市民です。何だったの。え、なんで占い師だったの。なんかちょっと場を乱したいなと思って人狼出したので。え、本当に今、え、本当に今占い師、占い師。え、これ怖いよ、ね、怖い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 、本当にそう。表示で、こっちが人狼と人狼なんでしょ。ま、真夏がの占い師が本当だったら今炙り出されちゃった、回答とチェンジされちゃったって勘違い思い込んじゃった人狼がお二人だよね。そう、だから真夏を信じるか信じないかの話。まあでも私、真夏が村人って言ったのはめっちゃ白ななって人狼だから、うん、白なのは知ってるから、でもめっちゃ白に分地か、そうね、どっちかが取られてる可能性があるから本物当てないと私たち負けちゃうから、だからどっちかが回答なのか。え、回答真ん
たら占い師がさ、さっき真ん中だと思ったからかね、なんか文章に今人狼が2人本当に聞いたんだと思う。お、本当に占い師だったんじゃない？ガチだよ。中木さん、じゃあ今度ぽっちゃんにしよっかな、さっきやばかったし。まあこれはでも真夏を全部信じた場合のね、そうだよね。やばいやばいやばい。なんかタイミングめっちゃ怖かった。いやでも、でも2人出たから絶対そう。そうだよね、今日の言い方怪しかったもん。ぽっちゃんやばいなの？違うよ。終了で。え、でもどうしよう、これで今回答が浅村って言ったの。今日のとこ皆さんもう終わりですよ。決めてください。誰に投票するか、はい、整いましたか？整いました。では、せーので投票します。いくよ。せーの。あ、きょんちゃんが投票です。あの入れ替わってたかどうかだよね。怖い怖い怖い。きょんです。きょんちゃんカードを確認してください。いきますよ。はい。これむずいよ、人狼。だってはめられたよ、こっちからさ、まずはめられたよね。言ってることわかんない。だから、出た方がいいよ、そうだから出たら、こいつ占い師とかいいよだって。素直だから、やっぱ、出ちゃったよね。早くー。あ、出てる。あ、ほんとだ、うまっ。うまっ、すごいね。私、やっぱ回答が入ってない選択肢で2人を炙り出そうって言った瞬間にもこう勝ちを確定してるんだね。そう、すごいね。だからあんな強く言ったんだ。うん、うやだ、人狼になってほしい。そうだそうだ、真夏うますぎたね今。やったー、よかった。このゲームめっちゃいろんな遊び方あるじゃん。ね、面白いね。え、私も早く村人が遊そうだよね。そんな人狼じゃない。そんな人狼。あ、ほんとだ。この間もいるから3回連続人狼。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。